私は何丁目にいるの？私は何丁目にいるの？どうやって仕事に行くの？どうやって仕事に行くの？気にしても仕方がなかった。気にしても仕方がなかった。とにかくやらなければならない。とにかくやらなければならない。ジェーンは私を好きだと思う。ジェーンは私を好きだと思う。本当のことを言っています。本当のことを言っています。彼がいなくても大丈夫よ。彼がいなくても大丈夫よ。あなたは最高の人にふさわしい。あなたは最高の人にふさわしい。モーニングコールをしてもいいですか？モーニングコールをしてもいいですか？なぜもっと助けてくれなかったの？なぜもっと助けてくれなかったの？あなたは何の役にも立たない。あなたは何の役にも立たない。ちょうどいいタイミングで来てくれた。ちょうどいいタイミングで来てくれた。自分から会いに来てくれました。自分から会いに来てくれました。雨の日は気分がブルーになる。雨の日は気分がブルーになる。いや、彼は頑固な老人だ。いや、彼は頑固な老人だ。彼の答えは非常に曖昧だった。彼の答えは非常に曖昧だった。給料期間はどのくらいですか？給料期間はどのくらいですか？紙切れになったんだと思います。紙切れになったんだと思います。誘ってくださってありがとうございます。誘ってくださってありがとうございます。アメリカで銃は買えますか？アメリカで銃は買えますか？そろそろ行った方が良さそうですね。そろそろ行った方が良さそうですね。なぜそのように考えるのですか？なぜそのように考えるのですか？マックスは昔からの友人？マックスは昔からの友人？今日は先生に褒められた。今日は先生に褒められた。
このポテトチップスは柔らかい。このポテトチップスは柔らかい。コーヒーのおかわりをお願いします。コーヒーのおかわりをお願いします。どのレストランがおすすめですか？どのレストランがおすすめですか？もう約束は守れないわよ。もう約束は守れないわよ。今度の日曜日はゴルフですよね。今度の日曜日はゴルフですよね。彼らはこの便に乗り始めたのか？彼らはこの便に乗り始めたのか？マックスはすごい人だとも言われています。マックスはすごい人だとも言われています。どんな事情があってもやります。どんな事情があってもやります。テレビでいい番組はありますか？テレビでいい番組はありますか？本屋とドラッグストアの間です。本屋とドラッグストアの間です。どっちにしても強くは感じません。どっちにしても強くは感じません。年齢に応じた行動をしてください。年齢に応じた行動をしてください。俺の Wii で何本かゲームやってみるか？俺の Wii で何本かゲームやってみるか？お米を使ったマレーシアのおやつです。お米を使ったマレーシアのおやつです。今年の夏のオリンピックは見ましたか？今年の夏のオリンピックは見ましたか？私の質問の答えになっていません。私の質問の答えになっていません。これはぜひ教えていただきたいですね。これはぜひ教えていただきたいですね。来ていただけたことに感謝しています。来ていただけたことに感謝しています。論文の提出期限はいつですか？論文の提出期限はいつですか？彼はどんな顔をしているのでしょうか？彼はどんな顔をしているのでしょうか？最高の気分だよ、と言っていました。最高の気分だよ、と言っていました。曲をリクエストしたいと思います。曲をリクエストしたいと思います。絶対的な自信があります。絶対的な自信があります。私はアステストがあります。私はアステストがあります。
どの学校に通っていますか？どの学校に通っていますか？パスポートを忘れてしまった。パスポートを忘れてしまった。ジャケットとネクタイをお願いします。ジャケットとネクタイをお願いします。家族中心の性格なので。家族中心の性格なので。ドルはどこで両替できますか？ドルはどこで両替できますか？新しい音楽がわからない。新しい音楽がわからない。成田行きの次のバスは何時？成田行きの次のバスは何時？あなたがゴミを出す番です。あなたがゴミを出す番です。戦争ドラマはそこまで好きではない。戦争ドラマはそこまで好きではない。失礼ですが、それは私のものです。失礼ですが、それは私のものです。写真を同封させていただきます。写真を同封させていただきます。それはあなたのために働くのか？それはあなたのために働くのか？あなたは私を幸せにしてくれた。あなたは私を幸せにしてくれた。自分で投資したことがあるのですが。自分で投資したことがあるのですが。彼は今ランチに出かけています。彼は今ランチに出かけています。私は飲み物が必要です。私は飲み物が必要です。私はアヒルを食べることができました。私はアヒルを食べることができました。8チャンネルで何をやってる？ 8 チャンネルで何をやってる？今ランチに行ってますよ。今ランチに行ってますよ。彼の声は非常に深いです。彼の声は非常に深いです。彼は未年齢よりも老けて見える。彼は未年齢よりも老けて見える。あなたのパーティーがかかっています。あなたのパーティーがかかっています。何か気になることはありますか？何か気になることはありますか？息子はコンピューターを勉強してるの。息子はコンピューターを勉強してるの。
彼は最近とても幸せそうだ。彼は最近とても幸せそうだ。私は彼に義務があるんです。私は彼に義務があるんです。この用紙に記入してもらえますか？この用紙に記入してもらえますか？この先にタクシー乗り場がある。この先にタクシー乗り場がある。彼はあなたの電話を待っていた。彼はあなたの電話を待っていた。音を小さくしてくれませんか？音を小さくしてくれませんか？試験が終わってよかったです。試験が終わってよかったです。中国語を話せるガイドが欲しい。中国語を話せるガイドが欲しい。彼の答えに納得がいきません。彼の答えに納得がいきません。彼と話すのは時間の無駄でした。彼と話すのは時間の無駄でした。帰ってきたら電話させようか？帰ってきたら電話させようか？婚姻届のコピーを同封します。婚姻届のコピーを同封します。衛星放送のアンテナを持っています。衛星放送のアンテナを持っています。窓にブラインドをつけようと思います。窓にブラインドをつけようと思います。ガソリンの状況を確認しましょう。ガソリンの状況を確認しましょう。私は何事にも現実的なんだ。私は何事にも現実的なんだ。恋愛する気にはなれないと思います。恋愛する気にはなれないと思います。私はそれ以上のものを持っています。私はそれ以上のものを持っています。彼らは私のお気に入りです。彼らは私のお気に入りです。私の仲間になりたいですか？私の仲間になりたいですか？雨が降るかもしれないと聞いて。雨が降るかもしれないと聞いて。あなたの力になれればいいのですが。あなたの力になれればいいのですが。いや、ただ見るのが好きなんだ。いや、ただ見るのが好きなんだ。タクシー乗り場はどこですか？タクシー乗り場はどこですか？
そんな話をしているわけではありません。そんな話をしているわけではありません。ここに荷物を置いていくな。ここに荷物を置いていくな。母のように娘のように。母のように娘のように。この近くに郵便局はありますか？この近くに郵便局はありますか？価格を上げることに異論はありません。価格を上げることに異論はありません。飲酒運転で警察に逮捕された。飲酒運転で警察に逮捕された。仕事が決まったことを喜んでいます。仕事が決まったことを喜んでいます。それは本当に何かあるんですね。それは本当に何かあるんですね。見てもらうために一つ用意しましょうか？見てもらうために一つ用意しましょうか？お仕事帰りにいっぱいやりませんか？お仕事帰りにいっぱいやりませんか？日本での生活に慣れているのかな？日本での生活に慣れているのかな？ポルトガル語圏のガイドをお願いします。ポルトガル語圏のガイドをお願いします。私は恍惚としている。私は恍惚としている。お姉ちゃんみたいなこと言わないで。お姉ちゃんみたいなこと言わないで。私は今行かなければならない。私は今行かなければならない。はい、私は結婚しています。はい、私は結婚しています。できないのではないかと思っています。できないのではないかと思っています。夕食の準備はできてますか？夕食の準備はできてますか？私はそのノイズが嫌いです。私はそのノイズが嫌いです。今日はこれで終わりにしましょう。今日はこれで終わりにしましょう。私はすぐに酔っ払ってしまう。私はすぐに酔っ払ってしまう。私たちの家は散らかってるの？私たちの家は散らかってるの？彼は馬のように食べる。彼は馬のように食べる。失礼なことを言ってしまった。失礼なことを言ってしまった。
今日はあなたの誕生日です。今日はあなたの誕生日です。それは非常に残念ですね。それは非常に残念ですね。家にいるととても気持ちがいい。家にいるととても気持ちがいい。1時間後にまた電話します。ニコラスから電話がかかってくる。私の質問に答えてない。先着順でお願いします。盗難の報告をお願いします。このような機会に感謝しております。推奨量を十分に超えています。そんなことが起こるなんて信じられない。そんなことが起こるなんて信じられない。彼女が喜ぶかどうかはわからないが。こんなに遅くに電話してごめんなさい。すみません、誤送信してしまいました。親に経済的な支援をしてあげたい。ベッドが2つある部屋をお願いします。いいえ、あなたはしなかった。私には考えがある。危害を加えるつもりはなかった。私はちょっとした風邪をひいている。今回は何が原因なのか?誰からの電話か聞いてもいいですか?部屋に掃除機をかけないといけない。いいんですよ、ありがとうございます。いい
んですよ。ありがとうございます。私は4ダースの卵を買った。私は4ダースの卵を買った。彼に電話するように言ってください。彼に電話するように言ってください。あなたがいないと無力感がある。あなたがいないと無力感がある。図書館に行こうと思ってたんだけど。図書館に行こうと思ってたんだけど。あなたの態度が気に食わない。あなたの態度が気に食わない。時間とお金の無駄遣いだ。時間とお金の無駄遣いだ。次の上映は何時ですか？次の上映は何時ですか？ベンソンホテルに泊まっています。ベンソンホテルに泊まっています。提案を承認してくれますか？提案を承認してくれますか？私の提案をどう思いますか？私の提案をどう思いますか？何を言われても納得できません。何を言われても納得できません。カナダの首相は誰ですか？カナダの首相は誰ですか？入り口にもカバーチャージがあるのかな？入り口にもカバーチャージがあるのかな？いつでも小さなことから始められます。いつでも小さなことから始められます。彼は素晴らしい小さなペットでした。彼は素晴らしい小さなペットでした。そんなチャンスはブルームーンに一度だけ。そんなチャンスはブルームーンに一度だけ。熱を上げることも下げることもできない。熱を上げることも下げることもできない。どこからそんな情報が出てくるんだ？どこからそんな情報が出てくるんだ？視界に入らないようにしておいてください。視界に入らないようにしておいてください。彼女との結婚を躊躇しています。彼女との結婚を躊躇しています。ポルトへの一番簡単な行き方は？ポルトへの一番簡単な行き方は？これはエッフェル塔の前で撮ったものです。これはエッフェル塔の前で撮ったものです。食べるものにも注意が必要です。食べるものにも注意が必要です。
確かに幸せな気分になりますね。確かに幸せな気分になりますね。私は元気です。ありがとう。私は元気です。ありがとう。私は英語を専攻しています。私は英語を専攻しています。メッセージを残してもいいですか？メッセージを残してもいいですか？すいませんが、迷子になってしまいました。すいませんが、迷子になってしまいました。私には変な感じがする。私には変な感じがする。練習は完璧なものです。練習は完璧なものです。どうしたらいいのか途方に暮れています。どうしたらいいのか途方に暮れています。なかなか情けない話ですね。なかなか情けない話ですね。何も複雑なことはありません。何も複雑なことはありません。あの人が視界を遮っている。あの人が視界を遮っている。夕食を一緒に食べないか？夕食を一緒に食べないか？兄と妹をよろしくお願いします。兄と妹をよろしくお願いします。あなたを失ったから乗り越えられない。あなたを失ったから乗り越えられない。もう帰りましょう。あなたが良ければ。もう帰りましょう。あなたが良ければ。お手紙の内容に完全に同意します。お手紙の内容に完全に同意します。今夜は他の人たちも来るのかな？今夜は他の人たちも来るのかな？人と遊ぶことにはあまり興味がない。人と遊ぶことにはあまり興味がない。ということをお知らせしたいと思います。ということをお知らせしたいと思います。ご厚意に大変感謝しております。ご厚意に大変感謝しております。自分のことを悪く思わないでください。自分のことを悪く思わないでください。心配しても何も解決しません。心配しても何も解決しません。809号室の鍵を貸してくれ。809号室の鍵を貸してくれ。ジェットコースターを待っていても気になりません。
ジェットコースターを待っていても気になりません。あそこの壁に貼ってあるマスクは何だ？あそこの壁に貼ってあるマスクは何だ？メイクをしていないと5分も持たない。メイクをしていないと5分も持たない。ほのかに花のような香りがします。ほのかに花のような香りがします。そんなに難しいことではありません。そんなに難しいことではありません。ここに日本語を話せる人はいますか？ここに日本語を話せる人はいますか？カード番号のキャンセルをお願いします。カード番号のキャンセルをお願いします。軽いやけどは軟膏で治る。軽いやけどは軟膏で治る。私は彼を尊敬しています。私は彼を尊敬しています。なぜあなたはしなかったのですか？なぜあなたはしなかったのですか？